とパート1の解説を少ししたいと思います。パート1には折り方が3つ今この紙の手チャレンジ上では紹介されていて、まあ普通にある折る三角、表三角って僕は呼んでるんですけども、それとあとは四角ですね、僕らの間では八つ折りって呼ばれてます。あともう一つは裏三角っていう、まあドライボックス用に自分で僕が考えた折り方でがあって、で実際の手術と関連付けて考えた時のパート1っていうのはどういう意味合いがあるのかっていうのをちょっと考えながらなんですけど、パート1ってもともとこの色が出てる面を表にしてそれをひっくり返すっていう作業が入るんです。これ一番最初は難しいんですけども、これこの左手でこうフッと押すことによって簡単にひっくり返るんですが、これってまあお腹の中で何かそのガーゼをひっくり返したりとかメッシュをひっくり返したりとかっていうところの意味合いがあると思って、必ず最初ひっくり返しましょうというところでルールになってるんですね。でこの折り紙でこの対角線一番長いんですよ。だからここやっぱり綺麗に折るっていうところは練習しといて損はないと思うんですよね。でこの僕このパート1のこの三角で一番大事だと思っているのはこのパーツですね。ここの対角線のこの天井がここがしっかり対角線の交点で正しくなっていれば、その後多少この先端がバラバラでも修正できるんですよね。なのでここが一番大事だと思ってます。あとは潰すときに端を持って潰してもいいですし、こうかぶせてもいいですけど、この時に下のところが動かないようにして、で、まあ、合わせてですね、こういう感じで合わせていくっていうところでそーっと潰してきて、あと裏返した時もここ折り紙があるので厚さが段差が出るので、まっすぐだ撫でるだけで折れ線が出ますから、でこの時にこの先端をちょっと合わせてこの角を合わせ直せば、ここが合ってる限りはそうやって細かい修正はこの段階でどんどんできます。でこれであとはここを合わせて、この時にここずれる時はこれをこっちに押し出しながらかぶせてくれば、そしてこれをこっちからこう持ってくれば大体合いますし、それでも合ってない時はこの広げた時にこの段階でこれをこっちにやればかぶせられますし、逆にこっちに押し出せばずれてるのも直せます。今こっちにちょっとこっち向きにこれを左手をこっちに引っ張りながらかぶせてくればここは合いますし、今これかぶりすぎてるのでこっちの左手をちょっと向こうに押しながらこう合わせてくれば直ります。やりすぎだったら戻せばいいわけ でこの段階で、でこれちょっとかぶりすぎてるのでちょっと戻します。でこういう感じ合わせて、あとはこの奥をしっかり潰して、潰すときもこの角でこっち左手で下を押さえながらこうやって潰すと自然と天井は下がってくるので、ここでこう押してくると、これが表三角ですね。あとはスーッとスーッと、これが表三角です。で次は八つ折りって言われるやつなんですけど、まあ四角ですね。でこれは対角線じゃなくて、これひっくり返した後これこことこ、こういう感じで合わせてきますね。四角に折ってきますね。合わせるところは一緒なんですけど、ここがきっちり合ってさえすればこっちが辺は大体合うはずなんですよね。まあ、合わなければちょっとずらせばいいだけのことで、かぶりすぎてるんでしょうねこれね。で次にここで今度こっちにこうかぶせてきます。でこれもここの角がしっかり合ってる方がいいです。なのでここを合わせてしっかりここを潰してですね。で次に今度は、こうか、でここのこの線をきちっと折り曲げてくる。これ手術の時にどういう意味合いを持つかっていうと、僕は下部消化管外科なので直腸口腔とかを剥離する時に丸めたガーゼで直腸間膜を仕上げることあるんですけど、これ今グイグイ押さえつけてます。これパンパンパンって折ると、まあそのガーゼを丸める作業に似てるんですよね若干。なのでこうガーゼを丸めていくのがこれやってるとうまくなるんじゃないかなと思ってやってます。でこれ結構歪むんですよ。でさっきと同じ要領でこの先端をちょっと合わせて、こっちこうやって、まあ、ここ合わせて、こうずれてて合わせて、これで
これもちょっとずれてるのを合わせて、かぶせて、下ろしてくると。で、この折り方は折り目が1個少ないんですよね。折り目をくっつける回数が少ないので、三角よりも早く折れます。表三角ですね。で、最後に裏三角っていうやつで、これはこのまま面のまま、あんまこれ人気ないんですけどね、すごいいい折り方だと思ってるんですけど、こっち向きに潰します。ひっくり返り裏返さないんですね。でここでこう同じですね、この対角線をきれいに引いた後、でここにちょっと当たりをつけて、この先端をここに連れてきます。こう。こういう感じ。でこれでここで頂点が決まるんですね。でもちろんこっち左手でかぶせてもいいんですけど、僕うまくかぶせられないので右手でかぶせます。こっち向きで、これでこの対角線を合わせる、こんな感じです。こうします。でこれで開いていきます。でここで裏返すんですよ。で裏返した時にここをポンと叩くんですね。ここポンと叩くとこっちに返ってくるんです。こう見て、でこうやって潰せてこれると。でこれも真ん中の折り目が1個少ないですけど、こうグッと押し付けることでこう線が出ちゃうのでというところで、これも比較的最初の折り方ちゃんとやればきれいに折れるんですが、これも僕はこの折り方を考えたときは、これはヘルニアメッシュをひっくり返して真ん中を押すっていうようなイメージですね。立体的なメッシュ 3D MAX っていうメッシュがあるんです。僕ヘルニア手術しないんですけど、 3D MAX をその剥離したところにポンと押し込むイメージで考えてました。ではこのままちょっと一応折ってしまいますけど、この真ん中の線が見えにくいんですけど、この点とこの点は見えているので、それに合わせてこう目測でここの線を合わせるようなイメージで折ってきますし、あとは色の薄いやつだとこの真ん中の線は見えます。であとはこんな感じかな。あとは折り方一緒です。今日はパート1の解説だけなので、パート2は、折り方の解説はちょっとしないので、このまま持っていきます。というところで、その一番最初のパート1ってすごく大事だと思っていて、ちょっとこれここかぶりすぎてるで、なので一番最初の形で鶴の形がほぼ決まると言ってもいいので、最初やっぱり一番最初は丁寧に覚えた方がいいと思いますね。どうしても手術の、そのどの手術のどのパートに似てるんだって質問が あって、この間のその紙の手チャレンジ世界大会の時も NHK との編集の段階で結構そういった動画を求められたんですけど、まあ実際にはもっと基礎的な動きのトレーニングになってるので、この局面でこれが似てるっていうのは言いにくいんですけど、でも少なくともパート1に関してはそういったことを意識してやってました。右手と左手をうまいこと使わないとひっくり返せないし、そのいつもこの初心者っていうか一番初めやらせてみると、僕ら特に地震器で折ってる関係か、その手首を返すとかっていう動きがなかなか馴染みがないので、なかなか最初の折り紙をひっくり返すっていう操作ができないんですよね。でそこで左手でちょんと蹴ってアシストしてあげてっていうようなことを教えると、ああってなるんだけど、そういった右手と左手の協調運動って実際の手術の局面で、その場で手術の中で説明するのって難しいので、まあ実際はこういったドライボックスなどで覚えていった方がいいかなって思います。